世田谷牡蠣の鈴田翔二郎です。ユリの担当になってから10年ちょっと経つかと思います。おはようございます。おはようございます。最初数年は草花類の担当などをしてましたが、2、3年目ぐらいからですね、ユリの担当させていただいて、それからずっとさせていただいてます。競り販売、それから、前売りですねの販売が主な仕事になります。産地の方はですね、一年中北から南までいろんなところに行かせていただいて、お話しさせていただきます。全国の生産者皆さん、やはり自分が作ったものに対しての、気持ちとか、感情というものはございますので、その話はですね、よくよく自分の中に吸収して持ち帰るようにしてます。できるだけ正直に、いい部分も悪い部分もお話しするようにはしています。かなり便利なものだと思ってます。特に今生産者の方もやられてる方多いですので、生産者の方が直接ですね、そういうものをアップして、ユリの新しい部分とかいい部分をですね、PR していただけるのは、市場としてもありがたいとは思っています。お花屋さんの皆さん、ユリの方もいろいろと新しいもの、新しい形が出来上がってきて、ますます楽しい世界になっていくように感じています。お花屋さんの方でですね、また新しい可能性を見つけていただいて、どんどん使っていただければ嬉しく思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。